金大地光介石坂工事の金大地光介シリーズ悪魔の手まり唄舞台となった亀の湯のロケ撮影が行われた山梨県開始某所の民家撮影当時からほとんど変わっていない2013年2月23日撮影六道の辻のロケが行われた山梨県開始の某所2013年2月23日撮影悪魔の手まり唄は 1977年4月2日に公開された日本映画。横溝正史作の同名長編推理小説の映画化作品。制作は東宝映画、配給は東宝。市川根監督、石坂浩二主演による近代地浩介シリーズの第2作で東宝映画が制作した。キネマ旬報ベスト10第6位にランクインしている。 季節が夏ではなく、冬に変更されているほか、老婆の名前がおりんからおはんに変更されている。同時期の東方配給作品、離れごぜおりんに遠慮したものと思われる。近代地が、記者の発車間際に、磯川に、お、愛してらしたんですねと問いかけるが、奇笛に邪魔され伝わらないという、傍郷風のラストは、原作の京都駅から、白尾戦争者駅に、 場所が変更されており、駅名を皇帝の返事に引っ掛けた演出という指摘もある。実際、駅名、創者を記したポールが画面中央で強調されている。捜査主任立花役をシリーズレギュラーの加藤武氏が演じるほか、20年前の事件の未亡人への思いから再捜査の依頼者であり、近代地とは旧地の間柄の設定で、磯川警部役に、 和歌山富三郎が敗され、ダブル警部体制となっている。このシリーズは近代地を孤独な狂言回しとして徹底しており、加藤武氏の警察幹部も毎回初対面の別人として出てくるため、シリーズを通して最初から近代地の知人として登場するのは、この磯川警部と病院坂の首くくりの家の老衰理作家のみである。劇中、青池源次郎が、 活動弁士であったことを達造が近代一らに話すシーンで、審判王家聖壇三部作の解決編の一、シーンと富士と家事装族の男たちが羊猿竜を奪い合うシーンで、現在も断片として現存している場面であるが挿入されており、松田映画社の松田俊水が活弁の声を担当している。また、 源二郎が村に帰るきっかけを理科が説明するシーンで日本初の字幕スーパーがついた陶器映画モロッコのラストシーンが登場している。7億5500万円の配給収入を記録1977年の邦画配給収入ランキングの第10位となったストーリー展開は 最後の里子殺害後が大幅に改変されているのを除いて、おおむね原作通りである。特に状況説明を兼ねている冒頭部分は展開を早くすることによって、原作の要素を限られた時間でなるべく残そうとしている。一方、登場人物名や属性の変更は多い。時期は原作より3年早い昭和27年に設定されており、 被害者たちの年齢も3年、若い20歳である。知恵子ではなく、知恵であり、大空ゆかりの芸名は使っていない。にれ家の兄弟は、自家平と、勝平ではなく、直太と、龍次、五郎は、別所ではなく、村上生である。歌名優が、芸能に秀でている設定はなく、武道主生産の改善に懸命になっており、事件終結後は磯川警部が引き取って、 岡山の農業専門学校に通わせることになった。また、原作で明らかでない先への今後の名字がつかさと設定されている。おりんが、おはんに変更されているほか、医師は、ホンダではなく、ゴンドで、世代交代しておらず、青池源次郎の芸名は、青柳谷郎ではなく青柳洋次郎である。なお、立花捜査主任は、原作では、警部補であるが、本作では、 警部と呼ばれている。内容面では以下のような変更がある。本作では青池聖の読みを青地としている。ラストシーンで近代地が乗り込む列車の牽引機として登場するのは国鉄 C11 形状機機関車227号機である。同機は前年の1976年日本における復活 SL 第1号として大井川鉄道で 胴体保存が開始されたばかりだった。227号機は2021年現在も大井川鉄道で胴体保存されている。ありがとうございます。